今回は中華のフィンガーアクションモデルガンを買ったので自慢していきます。こいつはストライクインダストリーがカスタムしたグロックが元ネタですね。 EMG からガスグロが出てますが値段が5倍違うのでこっちを買いました。スケールが違うのか、丸いのライトはつきません。挟み込むタイプはいけます。重量チェック、マガジン込みの重量は400、ウェイト抜いたの忘れてました。約 470g、 持った時の違和感があったのでグリップのウェイト抜きました。おかげで個人的には前後バランスがいい感じです。次はマガジン。反対重量は約 100g。 生意気にもカラッチモードがついてます。まあマガジンなくても撃てるからあんまり意味ないけど。本体は SI なのにここだけ TTI。 相談数は8発。ウェイト入ってます。頑張ればダブルカラムにできそう。エアガンじゃないので弾は出ません。このスイッチが押されてる間だけレーザーが出ます。バレルにチャンバーはありませんが、スライド上面の突起がリムを引っ掛けエキストラクターの仕事をしています。なので真上にエジェクトされますね。実写。せっかくなのでマイクロプロサイト乗っけました。オチがないので自作カート作りました。重量は同じぐらい。めんどくさいのでリムはなしです。やっぱりリムがないと開胸方向が安定しませんね。結構遊べるからみんなも買ってみてね。届くのに2週間かかって初期不良があったけど